初陣お疲れ様でございました。さんさん、ゆるりとお休みくださいまし。今こそタマモルームの出番というもの。戦闘のお疲れみこっとすっきりさせてしまいましょう。いいえ、特別なこと何も。ただここにいるだけでのんびりこうして語らうだけで自然と心身が回復します。そういう風にできていますので。セイバーさんですか。それなりの強敵ではあるかと。聖杯戦争でもかなりの成績を残した方ですし。ですがまあ、それが何かというお話です。私にはレガリアがあり、輝くばかりの池玉を誇るご主人様もそばにいてくださいます。であれば、ええ、身構える必要もないでしょう。もちろん油断はしませんが、かといって大げさに取り沙汰いたしません。反逆者に恩情をかけろと。ご主人様、そこにお座りくださいませ。まさかこのタマモに不満があると。まあさすがはご主人様、大逆とて許してしまう寛容さですが、それはそれで憎らしゅうございます。いえ、ご主人様ではなく、そう思われる相手の方が。ですので、どちらにしても逆効果。恩情などかけようものなら、私へそを曲げて何をするか分かりませんわ。今日の献立はですね、ホクホクバレー所の肉じゃが、朝産みたての卵を使っただし巻き卵、セラフの海で釣り上げたブリの照り焼き、千年郷の西の畑でとれとれのお野菜で作った人参と大根のお味噌汁、ほうれん草のおひたし、そして白いご飯。ささやかではありますが、丹精込めたタマモ愛妻料理でございました。お味はいかがでしたか、ご主人様。どうかなさいましたか、ご主人様。うなずくや否や押し黙ってしまって。ご心配は無用です。明日も明後日もその次の日も腕によりをかけてお料理いたしますから。お好きなものがありましたら何でも言ってくださいましね。教本片手に作ってみせますとも。いいえ、念のための確認と言いますか、いまだに自分のさじ加減に自信がないと申しますか。調理はまさにライブなハント、
食べてくださる方の体調、手に入れた食材の質や量で変わるもの。私、まだ下切りスズメのベニエンマちゃんのお料理教室に通っている身ですので、カンペを見ては味の調整をしているのでございます。幻滅なさいました？すみません、話してばかりでは気が休まりませんよね。ではご主人様、ちょっと失礼して。膝枕などお一ついかがですか？こんなものを拾ったのだが、わしには不要よ。使ってくれ。お目覚めですか、ご主人様。もう少しだけお眠りになっていただいても私構いません。構いませんとも。これは夢です。その証拠にほら、私も今夢心地です。私、皇帝寮母の守護だってできちゃう系の寝入り寝起きのお世話は得意なサーヴァントですから。お休みならこのままどうぞごゆっくり、お目覚めもこのままどうぞごゆっくり、すべてはご主人様のお望みのままに。
来てしまわれたのですね。残念。でもおはようございます。私の訪れは太陽の訪れであれば、ご主人様がお目覚めになるのも道理というもの。これはつまり我が身の徳の致すところ。お分かりですか、ご主人様。そうなのです、いつもよりちょっと大胆に。贅沢に、そして陰頭に。そうあろうと決めたからには一点の例外もありません。このキャスター、チャンスをつかむと決めたのです。私はセラフに会ってあなたに寄り添うこの賜物の前は、今度こそいいえ、二度とあなたを話はしません。お仕えいたします、永遠に長く長く、あなたが愛してくださったこの姿のままで。何ですか、ご主人様、そんな風にじっと見て。ダメです、ダメ。ただでさ、今のあなたはイケメンの極みというか、イケメン魂、イケ玉そのもの。それが、そんな儚げに押し黙って。ああ、もうダメです、ダメ。いただきます、お皿まで残さずいただきます。英霊たるもの、スエゼン食わぬはあれのあれ。英霊、構いません、構いませんとも。この世のすべては私のもの、それはこの千年鏡における絶対のルール。ご主人様といえども、今やこの手の中に、いいえ、尻尾の中にあり。そんな風にいけません、ご主人様。でもすごい、こんなのって初めてです。ご主人様のお気持ち理解しました。こう軒並みまるっと私に委ねてくだされば万事解決。あなた様をセラフの帝神中央にして差し上げましょう。
珍しく早起きして何かしてるから。へえ、今日の朝食はあんたが作るのねとか思ってたら、何なのよこれ。ヤバいとかな、何オリエンタルファンタスティックな行為に及ぼうとしちゃってるのよ、青ギツネ。助けた？違うわよ、何勘違いしてるのよ。やめてよね、嬉しいじゃない。ちょっと用事があったから、カルナから届け物を渡されたから立ち寄っただけよ。気がついたら飛んでたのよ、竜だし。別にあんたのことが心配になったからとかじゃないのよ。ん？へえ、なるほど、そういうことですか。押しかけ系押し押しヒロインから主人公とレーティングを守らんとする隣の家の幼馴染ポジション気取りです。隣の家の幼馴染？それって隣国の領主の息子ってこと？はあ、いい、その設定ベーシックだけどフェイバリットよ。小豚こしゃく、もう死んだわ。今度こそ死んだと思ったわ。あたしがデミドラじゃなかったら死んでたわ絶対。でもこれ割と癖になるわね。お腹の脂肪もプルプル震えて、ただでさえ可憐なラインがさらに可憐になっちゃうかも。何がデミドラですか。電撃に耐性があるなんて、竜というよりウナギです。電気ウナギと解明なさい。それとしつけに対する感謝の言葉がないですよ。駒使いが女王の足を噛んで、まさかこの程度で済まされようとは思っていませんですね。電撃に慣れてきたのなら次は灼熱、この場で焼いてトカゲの黒焼きを作ろうかい。教育ありがとうございました。お無礼、何卒お許しください。王妃様、今日がそがれちゃいました。ご主人様、お先に玉座の前行ってますね。朝げは食卓に準備させていますから、ゆっくりと召し上がってからおいでくださいまし。それではまた、ごきげんよう。
めて来ないで。今助けられたらそっちの方が何倍も痛いわ。私はこの城の駒使いよ。仕事に専念するから、あなたはあのバカ狐の手綱を握ってなさいよ。その方がセラフのためよ。でもありがとね。その気持ちだけはもらっておくわ。恐れながら申し上げる、セラフの王並びに王妃たるキャスターよ。かの皇帝がレガリア所有者であると判明した以上、もはや王妃の方針に反対はありません。一刻も早くレガリア所有者皇帝ネロを倒すべきでしょう。我が方針ようやく理解したか。ならばよしと言いたいところであるが、単にそちらの都合と合致したと見える。浅ましいなあ数学者だが、その天使わらわは笑わぬぞ。望む者のために言葉などいくらでも覆す、それこそが人間の正しい姿ゆえな。強越至極、皇帝を打ち果たし、是が非でも分かたれたレガリアを真に一つに。しかしセイバーは自らの領土の奥深くに自陣を形作っております。この千年鏡と同じようにして皇帝を倒すためには、おのずと皇帝領へと侵攻を行う必要があるでしょう。攻めなんて話しちゃってるけど、あっちの小豚はどうするのよ。先に助けた方がよくない？黙りや駒使い、貴様にはかまどの掃除を申し付けたであろう。おとなしくすすにまみれておれ。厨房の掃除なんてもう終わったわよ。クワッと一声で綺麗さっぱりまっさらにしておいたから感謝なさい。そんなことより小豚の話よ。この通り私の手は空いてるわ。だから命令しなさいよ。そうすればセイバーの領地に攻め入って華麗なライブを披露しながら奪い取ってきてあげるけど。その必要はない。魂のご主人様はこちらにあり、なれば精神など無理に取り戻すまでもなし。むしろ魂だけの方が話は早い。
はあ、ほう、なるほど、そういう考えもありですね。寛容なのはレガリアです。あれさえ奪えばムーンセル制圧の手間が省けるというもの。義弟の領土全てを制するまでもなく、ただあやつを倒しレガリアを奪う、それだけで済みますから。さすればセラフは私のもの。いよいよムーンセルは神戸を深く垂れて、ご主人様と私の永遠のパライソが月に現れる。なんとあっけない、目の上のコブかと思えば何のことはなし。戦勝皇帝なぞセラフ全てをこの私に献上するために存在するようなもの。ご主人様も納得されたご様子ですね。頃合いです。これより出陣と参りましょう。手に手を取り合ってローマの帝国に血のバラを。いざ共に参りましょう、ご主人様。あっちの小豚は放っておいてもいいですって。何よそれ、あの狐本気で頭いかれちゃってんじゃないでしょうね。ご主人様？朝毛はきちんと召し上がられましたね。あ、もしやもしや、この私が恋しくていらっしゃる？それでわざわざ水黒い中の私に会いにいらっしゃったとか？それは嬉しゅうございます。こちらこそお粗末様でした。もうちゃんと食後のお言葉を伝えてくれるご主人様ったらイケメン。そう、ごめんなどとおっしゃることはありません。この部屋は私の部屋ではなく、ご主人様と私の部屋。ご遠慮なんてなさらずに、いつでも DUT 送り出してくださって構いませんからね。
というか今からでも遅くはないと申しますか。ご主人様がお望みでしたら宣告の続きからひそやかに甘やかに。まさかそんなことはありえませんと言いたいところですが、エリザベートさん勘だけは鋭いと申しますか。これまでに何度も何度も似たようなことがございました。あの方ここ一番で最高の邪魔をするんですよね。勝負を挑んできたので返り討ちにし、角に縄をつけて駒使いにしたわけですが、全く懲りてませんし。あれは好むと好まざると、やれ口を出さなくてもいい場面に出くわして、わざわざ口を出すのです。その度にああして電撃を食らわせているのですが、懲りた風でもなく自由気ままの放蕩三昧。あの方もしかして電撃耐性とか持っていらっしゃるんでしょうかね。ほらトカゲだけにぬめっと。優しい。エリザベートさんは幸せ者です。よいよいよ。駒使いになっても気をかけてくれるご主人様がいる。そんなお城で働ける、こんな贅沢と幸運が他にあるだろうか。いやない。よし、私の嫉妬心がレベルアップ。次から電撃のレベルを上げていくぞ。まあ冗談はこの辺にして、お言葉ですがご主人様、改心した風味とはいえ、エリザベートさんは私と同じ半英雄。何かのきっかけで悪道に落ちる危険性、いえ道を踏み外すことを宿命づけられているサーヴァント、厳しく支配することは彼女のためでもあるのです。優しさだけでは御し得ないこともある。そのことを肝に銘じてくださいましね。